こうまた腕はいいのかなと思う。だけど1、2、3って言ったらね、LBC だもんね。そうなんですか。それで分からないのが分からないのに、でも相手が見えてないから分かるしね、地元の人が。違うかな、さすがに白力やってるわな。いやね、今のピッチでやってる。下半身が痛いのね、あくまで上半身が痛いのね、なんかいろいろ意味があって、全体もいい場合もあるし、上半身が痛い。それと違うんだよ、それよりスルーボールなんだよ。どこでもあるわね、これもね。コード録画のマークだけど、これを入れたり切ったり試合後始まったら入れて
試合が終わったら来てくれと聞いたよ。この試合を来てくれと。だけどその前にその誰と誰が対戦してるかというところがね、分かるようにしてるというか、最初は分かるの、最初まで、そこはそこで、その最初の時に分かって、そこまでは分かるのね、そうなんですね。で、今、これやってるの、今、決勝トーナメントをやってるんですけど。キルは8人、総勢8人、カメラが6人、キルから来たので、スカから来たので、あれはあれがなかった、いや、あれがなかった、話なかったから、これは朝霞に入らない、朝霞に カメラがついてきてんですよ。フェンシングが好きなの？このジミナ。このジミナこんなあれ好きなの？いや、ジミナさんやった。前の何のあれなのか、高校総体なのか、全国総体なのか、なんか知らないけど、愛知県大会のあとに新しい選手、フェンシングは2回目だった。これは全国だ。うん、これは全部、うん、これはね、今日はね高校総体で、ああ、それあるね、うん、柔道が今、岐阜県でやったらね、岐阜が、ボクシングとかね、かなり、結構そういう人にやってるんですよ。